オルブライト大学は1856年設立のリベラルアーツカレッジ、ユナイテッドメソジスト教会系、フィラデルフィアから自動車で1時間ほどのレディングにある、中部州教会認定の大学である。学際的なカリキュラムに重きを置いており、全学生の半分が2つ以上の学部で学び、学士課程及び修士課程を有する。 部活動は全米大学競技協会ディビジョン3に登録されている。教育機関としてのアカデミックレベルや入学難易度、国際競争力、研究機関としての実績や研究環境の充実度などをもとに決められ、毎年高い注目を集める US ニュースワールドレポート誌の全米大学ランキングにおいては、リベラルアーツカレッジ部門において164から215位。 ソーシャルモビリティ専攻で全米トップ31位にランクされている。ジョージタウン・ユニバーシティ・センター・オン・エデュケーションザ・ワークプレイス調査ではトップ20%オブ・プライベート・リベラル・アーツ・カレッジズ・フォー・リターン・オン・インベストメントと評価されている。全米最大級の試験対策講座プリンストン・レビューの地域別ベスト大学2015において アメリカ北東部地域のベスト225大学の一つに選出されている。ウォールストリートジャーナル、タイムズ・ハイヤー・エデュケーション・カレッジ・ランキングス2018では、全米で390位、ペンシルバニア州では38位にランクされている。作家の落合信彦は、当時、リトル・ハーバードと呼ばれていたと述べている。httpww. プリンステンレビュー c o m best リージョーナルカレッジズアスピックス、ハッ x h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.albright.edu スラッシュレポータースラッシュ winter2007 スラッシュ bren thurlewid.html ありがとうございます。